T 先輩です。ノクタン。T 子だよ、ノクタン。いよいよハードに突入です。じゃあこのデータを引き継いで、始めていきましょうか。ちなみにこれは瞬殺されたデータです。後日談1にあったやつね。はい。産業革命に。イベントは基本飛ばし、会話は倍速かカットしていきますね。ねえヨハネス、本当にジーベルが悪魔を？どんなお話だったか再確認できます。そうそう、今回のハードモード一つだけ縛りを設けました。なに？シャードのみを使うこと。え、マジ？はい。シャードだけで戦っていきます。一周目はグッ中心で戦っていたので、二周目はシャードで、というわけです。なるほどね。で、一回一回変えていこうかなと。初回は引き継いだこのままで、使い魔も一応シャードなので使っていきます。ん？まあいいか。なので武器はもういらないですね。防具は一応このままで、攻撃力アップとかもいらないので、シャード用の装備にしましょう。これとかいいな。 MP 消費減はいいね。で、というか素足でも十分強いので、たまに間違えて攻撃しちゃうかもしれませんが、使わないように気をつけつつ、進めていこうと思っています。癖で攻撃ボタンを押しちゃいそうな時があるんですよね。まあそうか。なるほど。二段ジャンプとかハイジャンプがなくなってる。装備できたようだね。それじゃあ次は。いよいよ始まりますよ。ここは私に任せて。ちなみにここで扉の前に行き、敵を倒すと面白い現象が起きるとコメントで教えていただきました。どうなるのか見てみましょうか。悪魔の力を得るのは気分が良くないわね。悲鳴が。あ、逆になってる。魔物が連れ去られてる。これは確かに面白いバグですね。教えてくださってありがとうございます。こんなところにも悪魔が。よし、じゃあスタートです。ちょっとだけ素足の威力を見てみましょうか。弱いけど最初の敵なら一撃か。じゃあここから基本シャードのみで。今回使っているシャードは、このサモントレーザーと、ハチビットファイアです。特にファイアの方はかなり強いので、威力不足ってことはないと思います。そうね。これは魔力に反応する魔道具ね。手をかざせばいいのかな。このギミック、もう少しあってもよかったのかなと、クリアした時は思いましたね。そんなにはなかったか。うえい。そこ
そう。引っ継ぎなしでハードをやったらすぐにやられちゃいましたけど、引っ継ぎが何のことはないですね。レベル99だしね。シャードも強化してるし、そりゃ楽だよ。ですね。唯一不安なのが、ボスがどれほど強化されているか、です。本棚に変化はないか。こういう時につい攻撃したくなっちゃう。壁とかは攻撃しますけどね。体当たりでも倒せちゃうのか。まあこれもシャードだしいいってことにするか。左は行かないの。なぜ行かなかったのか自分でもわかりませんが、まあ全マップ制覇はノーマルでやってますし、ハードは気の赴くまま進めていきますね。うん、シャードで戦おうと決めたら逆にテンポが悪くなってるな。なんで？このダッシュで一気に駆け抜けたいところですが、それだと簡単すぎるし一気に終わっちゃうでしょ。かといって他のシャードを出しているとそれを待たなければならず、結果遅くなっています。ああ、一度を待つからね。行け。二段ジャンプがないのが地味に不便。そこ。こういう感じで歩いて追っていくことになります。骨を3つ投げてきたな。ハードだと敵が多く配置されているほか、行動パターンも変わっているようですね。より強い攻撃をしてくるみたいね。焦ったなぁ。たまにフリーズするから怖い。あのまま強制終了したら怖いね。完全です。船のステージはまあ楽そうですね。こんなに強いシャードはいらなかったかも。特にファイアはいらなかったかもね。これで十分ですね。我が呼びかけに応じよ。穴開けたりも別にいいか。今回はサクッとボスを倒して村に行ったくらいで終わろうかな。こんなところでなぜか下ってます。そこ。そうだ、ダッシュで行けるじゃないか。今気づきました。あのシャード使ってるとダッシュを忘れちゃうな。その奥がモーボスですね。
ジーベル。ようやくお目覚めか、お姫様。ねえ、操られてますよ。気づいて、ミリアム。グレモリーね。行くぞ、グレモリー。ジーベル、待って。見えた。来た。ありがとうございます。あれ、行っちゃったよ。アフロ、もう終わり。瞬殺中の瞬殺。おい、さすがに悲しいよ。一瞬だけど、あれは私の知ってるジーベルの顔だった。絶対に止めてみせる。そしてできれば助けてあげたい。着いたね。協力者。あの人ね。この先に協力者が。性能だ。アンちゃん、その芝居に騙された。まあうさんくさいとは思ったけど。助かりましたわ、ミリアム。断るはずがないことを知ってて言ってるのね。そういうことでしょう。あん、あん、あん、あん。は？あん、あん、あん。いい名前ね。何やった？もしもこまで。待って。減速力は怖いから。やめろっての。え、アンちゃん無言。口は動いてるのに。ここ
ここの外は悪魔がいるんだよね。よかった。怖いな。言葉を忘れたのかと思った。追いかけられて怖かったのよ。そうだったのか。変なのいっぱいだし。ねえドミニク、この辺りにある機械とか何？行ってくる。こういうイベントもこなしていくことになりますね。よし、じゃあ初回はこんなところで、次回からもシャードのみで進んでいきます。一度錬成したアイテムはドミニクのお店に卸しておくので、そこで購入できるように手配しておく。せっかく強い武器を持ってるけど使えないのは残念ですが、まさにシャードリンカーとして戦っていきます。次回からのミリアムにご期待ください。それではまた次回。ノクターン、また見てくれたら嬉しいな。ノクターン。ぶっ殺しておくれ。我が呼びかけに応じよ。行け天使たちの